暫定の一人ですね。もう新人枠っていうか、これもう俺の枠になってましたね。てかまだ誰も触れてないですけど、やばいでしょこれ。もうガチボコのね、筋盛りだから今日ですね、イベントなんでね。部屋目盛り盛りよ、もうこれすごいの、この後ろがガチガチすごいのよ、これ。いつの時代だよってね。これいいのかな。今日ねラストの人がいてね。でラストの人がいて、その人がまあこういう持ってきてください、髪の毛持ってきてくださいっていう指示で。いやまあね、大阪とかそうらしいですね。歌舞伎町はもうね、ネオホスの時代だからね。いやもうもっともらんかいって言うけど、これ近くで見たら相当よ。あのヘアメイクするところからこのスタジオに来るまでに、まあ女の子たちに振り返られたわ。すごいねみたいな、うわーみたいな。嘘じゃない、違う、もう髪よ、ものすごいよ、もう。そう、今日ね、あ、人気とかじゃなくて、人気だったらここにいないからね。すごかったわ、めっちゃ見られたわ。そう、今日ね、うわ、今さら筋盛りって言った人は多分人気あったら新人枠で売れるまでって書いても、まだ売れてないってことになってるからね、俺ね。逆に言ったら髪の毛の色はね、と紫と赤とピンクを混ぜて染めた。赤って言ったら赤なのね。あやぴー来たよ、誰だろう。ただお店では黒だねって言われるけど、あの太陽の光の下に出るともう真っ赤よ。なんで売れないの君、あなたが着てないからですね。LINE くれーとか言おうよ。あげないけど、くれないのかい。くれよ、送ってよ、ここに、こっちか。 LINE いるよ。まだこれ見て LINE くれた人ほとんどいないからね。まあ、一緒に安い人たちもあんま来なかったって言ってたからね。 PI やって10回行ってみて。 PI や、PI 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 や、はい。あんま、なんか送りづらいらしいね。送ってくれればいいね。どうせ携帯落として連絡する気なくすからいいでしょ言うてますけども、あのね、俺マジで携帯なくさないね。ほんとになくしたことないね。なんか来たよ、誰かな、誰か送ってくれた。ないね。うん、違うね。なんか面白いな君、ありがとう。いろいろとね、風邪ひいた、大丈夫か。イケメンだったら送ると思うけどね。整形するわ。まだ記憶なくすほど仕事してない俺ね。なんだろうね。いや最高でやばかったのはアフター行って、で、うちの従業員、そう、幹部のね人がやってるお店に行って、そこはあのカラオケがあって、カラオケで85点ふなすとテキーラ、イエーガ、タランチュラがサービスで、でもうガンガン飲んでたのよ。そしたらもうコンビニの前で座ってたら、
朝6時ぐらいだったら起きたら12時だった。6時間そこで寝てたのよ、駐車場で。誰か起こせよってね。8%あと飲み尻の CM 出してもらえないの。俺も一番最初の、ね、やつに出たからね。どんどん新しくなってるからね。いろんなうち従業員がとにかく多いから。 8% しか充電ない。充電して。PI や先生、胸元開きすぎじゃない？すごいよ、今日めっちゃ開いてる。斉藤さんみたいになったね、今ガチボコ開けたね。え、パクシーが見てんの？ありがとう。バー、そう、バーだね。うん、飲み中。そうね、ヤスさんの出てたね。すごいね、そっから見てるんだ。ありがとう。細いな、細いかな、細くなったかな、少しは。ダイエットしたし、あんまここではね、ほいね、ダイエットいないな、ね。ヤスと仲いい、仲いいっていうかね、ヤスさんがその先輩だから可愛がってくれるよね、ヤスさん。まあ、クールな人だからね、ヤスさんもね。頑張って売れろよ。売れてえわ、うん。売れてるねって言われるぐらいにしてくれよ。よし、来月潰すぞ。分かってこいよ。まだ、一回しか潰れたことないわ、店で。うん。潰れないね。宣言して、今の視聴者に。何を？そうね、ヤスさんのが先輩よね。ヤスさん、でもまだ1年経ってないのかな？何かのコンテスト出ようよ。何かのコンテスト。ダーツだったらいい。ダーツ得意。大嫌いなあやとか一人でやってるから見てんの。きっとあの人だな。ありがとう。あやと16なんだ。あ、そうなのかな。わからん。もう少し頑張ろう。頑張るんば。指名されたことあるね。どんなカスタやねん。あるでしょ。何歳、何歳、もう覚えてないぐらいある。うん、以外、ダーツうまい。多分ね、うちの店で俺がダーツ一番うまいやん。そうね、ね、めっちゃ面白いのね。じゃあ、フターバーが2軒あるんだけど、その1軒の方にダーツがあるのよ。で、みんなでやってて、だからそのアフターバーで、まあ、カウントアップってやつがあるのよ。それで、まあ、分かる人も分かんない人もいると思うけど、カウントアップで俺801出したのよ。で、801出して、そのお店の、まあ、一番の数値になって、えーいってこうみんなでハイタッチしてたら、まあ、うちの、まあ、大幹部の人が、幹部の人が走ってって、自分の名前登録して、もうそのお店のニューレコードその人になってるから。いや何やってんすかって言ったよね、普通に。もうめっちゃ面白かった、あの時は。ベロベロに酔っ払ってた。ダーツ来週やってるとこ撮影して持ってきて。どうやればいいんだろうね。いよいよスタジオを飛び出しますか。ダーツはね、好きよ俺。パクさん、昨日パクシー食べて、今日激辛ラーメン食べて、ケツ穴痛いの。そういうこと言わないの、かわいいな。あのね、前から思ってたけど、俺らより面白いこと言うのやめてほしいわ、ほんとに。超面白い。801はなかなかない。でもね、昔のがさ、大学生の頃はね、1501とか、01で削ってたから、普通に言ってた。ケツの穴。やめなさい。収録でいいよ。撮って、ムービーでこうやってやる。そうね、ムービーでやればいいの、こうやってね。そう、コメントがね、面白いのよね。俺よりも面白いね。ありがたい話ですよ。みんなガンガンコメントして。で、ガンガン LINE して。本当に。彼女がエロいんですが、どうしたらいいですか？ご自分は相当エロくないのかな。
性欲がないってことかな。そこが重要よね。自分をある程度あるんだけど上回ってんのか、もうゼロだなのにめっちゃビッチなのかね。1500いっちゃうのか、なかなかなくならないの。もう本当に本当にもうハットトリック出して全然へでもねみたいな顔されるからね、1500いっちね。スタッフに渡せば直し、あ、そうなんすか、やりますわ、じゃああやぴ、LINE、 俺の LINE これね、ここ1012って、俺バースデーじゃなくて俺がホスト始めた日だからね。うん、あやとはエロい方ですか、エロくない方ですか、どっちでしょう、どっちなんだろうね。でも下ネタの話とかも好きよ、するよ。うん、どっちかっていうと、分からん1501、8ラウンド、1501は20ラウンドよ。溶けたクーリッシュもういらない、捨てよ。顔的にはエロい、俺エロい顔してる。いやらしいってこと、それともセクシーってこと、まあ、いやらしい方だろう。どうでもいい、クソ変態、下ネタした時点で話すことないのがこいつと思われる。おっ、わいねえ、なんていうのかね。あ、でももちろんそのね、場所を選ぶよ。うん、ここはもう下ネタでいいっていうところもあるからね。うん、あやと一人泣いてきた、慣れてない。もう本当にね、もうジンさんとひじきくんに来てほしいもんね。来てほしいわ。じゃなかったら誰かロミジュのやつ連れてきてもいいんだよね本当はね。そうね、場所はね、下ネタの話は選ばんとやばいよね。あやとは最近怒った話、イライラしないんだよね。怒った話、怒った話なんかあったかな。ないね全然、いつも違うじゃん。パクさんとかはさ、パクちゃんとかはさ、自分で話し始めるよ。ソルトよ。ソルちゃんはめっちゃ仲いいよ。ソルちゃんいつも一緒にアフター行って飲んでるもん。ソルちゃん行こうっつって、あ、あやとさんって言ってくる。あやとさん、どこ行くんですか。君はどんな子なの。それを知りにお店に来ないとね。うん。噛まれても怒らない。噛んだことあんの俺噛まれたの。許せない話して、あ、でもね、俺そう、今ふと思い出したけど、あれなんだよね。この前営業後、掃除してるはずの従業員がめっちゃくっちゃべってるのを注意した。ちなみに先輩なんだよ、結構先輩なんだよ、だいぶ長いことやってる先輩を俺が注意した。それは想像の時間じゃないんですか、何やってんすかみたいな。もうね、お店が好きだから、もう本当に綺麗にしなきゃいけないっていう意識でやってるから嫌なんだよね。うん、じゃあ一旦 CM 行きましょうか。じゃあ CM どうぞ。先輩、なんだ。友達がホストになりたくてお店探してるんですよ。なんだと。どうしても一緒に働きたくて。今なら退入最大1万円ですよ。マジっすか。すぐ連れてこい。すぐに呼びます。お前らやっぱりロミジュニだな。
しょ。ありがとう。 CM のコメントがすごいね。たくみさんはずっと出るよね。一番面白いからね、うちで。うん、あの人が、俺あの人つまんねえなと思ったことないもんね。遅刻魔なのに。そう、すごいよね、たくみって人。ちいちゃさん、お前らやっぱり飲み汁だなの人ね。たくみさんね、めっちゃおもろいから。たくみさん面白いのは営業中だけじゃなくて営業前も後も面白いから。そう、でも遅刻はするかもしれないけど真面目なのよ、たくみさんって意外とね。あやと、今日部屋目ダサい、ごめんなさいね。一つ言うと、あのラストの人がいて、その人の指示なのよこれ。すごいよね、ゴリゴリの筋で。だってナイトチューブのスタジオ来てスタッフさんにおはようございますって言ったらふって笑われたもん。ね、これこれでお店行ったら筋盛り俺だけのパターンって。もうそう、帰るわそれ。違うでしょ、みんなゴリゴリの筋や。脱線って絶対もうあの人やろね。騙されとけじゃない、ちゃんと。なんか今日はなんかうちの社長も筋盛りにしてみようかなとか言ってたからね。裏筋盛りって言ってたよ。どこ持ってんの、帰れ帰れって。いないと寂しいくせに。お、まだ誰からも LINE 来てないぞ。今日一日3人俺に LINE してくる予定だからね。 LINE してね、1012あやとだからね。ちょっとでも LINE の追加の仕方が分かんねえのかな。あやとはいなくても平気、嘘やん。3人過去従業員なわけないでしょ、全員追加されてれば従業員は。めっちゃ送るやん、1012あやと。めっちゃ流れてるんでしょうね、この辺でブワーッつって。来ないよ、止まったぞ。ここに書いちゃったわ。ありがたいよ、ありがとう。ねえ、ひじきさん元気にしてんのかね。海に帰っちゃったかな。いたんですよね、ひじきって人、ここに。今はなき。電話してみようよ、とつる。電話してみる、いいっすかね。電話、行こうか。電話してみる、いいんすかねこれ。あ、今セブンか。はい、セブンか。セブンっす。あ、セブンだね。スピーカーにかけてます。聞こえる、聞こえるね。オッケーオッケーオッケー、今かけてるからね。出ないでしょ。何してんの、寝てんのかな。出ないね。上っ子だから同伴かな。あ、出ないね。悔しいぜ、売れっ子だからね、ひじきさん。切ったよ。残念だわ。出なかった。
さあ、ほんとそれ、一人で何しようか。でもこれ、前ね、男の人も見てるって言ってたからね。すごいよね、女の子だけが見てんのかなと思ったら男の人も見てる。すごいよね、やる気になるわ。男の人見て何が思うんやろ。うん、あやと4万でどう。何を。1セット料金2万やで。だいたいわかるけどさ、やだよ、やしいよ、めっちゃウケるやん。押す、4万でどう。押す、ワンタイならもっと安いよね。ワンタイだったら1万1000かいけるからね。今日月ハーフつくらしいしね。でもワンタイは何分って1時間よ。そう、ワンタイムっていうことの略だからね。指名料はね、4000ぐらいかかるからね。だからもう、この間、なんだっけ、ぐるない、なんだっけ、ぐるないを寮で、俺まだ寮にいるんですけど、見てて、それで、ビーフシチューみたいなやつが一皿7000円、高くねって従業員と話してたら、そう、ビーフシチュー7000円なの、高えって言ってたんだけど、でも俺らカロリー3セットでそれ超えていくねって言って、うわ、俺そんなお酒を飲んでんだ、改めて実感したよ。やっぱすげえな。そうね、それを考えた、グルナイ見ててそれを思った瞬間、ちょっと頑張ろうって思ったよね。すげえ雑、カロリー1本100円じゃんってなるね。でもまあそれだけ俺らに価値があるから、わかる、あるからね。生半可な覚悟でグリしてんじゃねえぞ。してねえよ、大事に飲んで。それあれ、このグラスにさ1杯カロリーを入れて飲むと1杯ね、200いくらになるんだなって計算になって、やべえなと思ったね。うん、グラス1杯200円だからね、すごい世界よ、歌舞伎町カロリーが。いや、だから氷を満タンに入れると大体の量がこうあるの。心さんには余裕で払う、私の代表。払え払え、代表ね、すぐカロリーもらっていいっすかって言うからね。カロリーもらっていいっすか、カロリーのレモンもらっていいっすかって言うからね。代表めっちゃすごいからね。ワンセットは2000円のタックスコンビ、あ、タックスだね、そっから、あ、2300、ん？ 2000 いくらかになるの。ワンセット2000だね。ういや、何事？なんかあった？アイスいっぱい入れても10杯にはならないね。心さんに何言われても断れねえ。よし、今度代表にシャンパン煽ってもらう。代表お願いしていいですか。あ、すごいね、もう400件ぐらい行くんだ。俺一人でおかえりなさいませジュリエットの番組超えるね。
心さんが隣にいるだけで濡れちまう。あ、そうでございますか。すげえな、心さん。心さん、もう何全員ギラないってこと。すごいね、代表すごいね。あ、代表かっけえし、めっちゃいい匂いするしね。あやぴは、あやぴが隣にいたら頬が濡れちゃう。感動したか。感動してってこと。びちゃびちゃになっちゃう。うちの高いソファーがびちゃびちゃになっちゃうのね。掃除が大変よ。代表そんな力があったんだ、知らなかったわ。あやとが隣は砂漠になるらしいっす。辛いね。すごいね、400件超えたよ。頑張ったが、みんながコメントしてくれてありがとうね。知らなかったの、やばいよ、勉強不足、ね、コメントしすぎ、しすぎてないよ、まだまだ足んないよ。ん？私の時間返して。返すからじゃあ LINE して。 LINE で請求書送ってきて。ね、LINE していいよ、待ってるよ。うん、まあ、請求書送っても払えないけどな。ねえ、お、え、もうそんな時間。10秒前、早いね。30分慣れてきたわ、いい感じだわ。じゃあ来週も一人かな、みんな来てね。Bye.